7月9日の9日の運動地区通信をお送りしています。中国科学の急速な台頭はどれほど心配なのか、アメリカはリードを維持したいのであれば中国を抑えることに注力すべきではない。中国国旗で赤く光る電球。何世紀もの間、西洋は中国の技術を鼻にかけてきた。依存心の強いヨーロッパ人はこのような遠く離れた国がコンパスやクロスボウ、溶鉱炉を発明した可能性があることを受け入れるのに苦労した。ここ数十年、中国は世界経済の仲間入りを果たすと、その急速なキャッチアップと西洋の知的財産の乱用により、イノベーターというよりかは模倣者、泥棒となることが多くなった。一方、研究者が質の低い科学論文を大量に作成することを奨励したこともあり、中国の科学は蔑視されるようになった。今こそこうした古い考えを捨て去る時だ。中国は今や科学大国である。その科学者たちは特に科学、物理学、材料科学の分野で世界最高の研究を行っている。彼らはアメリカ、EU の研究者たちよりも多くの論文を一流ジャーナルに投稿し引用される研究も多い。清華大学や浙江大学はそれぞれマサチューセッツ工科大学に匹敵する最先端の研究を行っているということで、今日2日目ですね。でずっと昔はですね、コンパスとか石組みですね、溶接炉を中国が発明したことをなかなかヨーロッパは受け入れなかったわけですね。で、中国はだんだんキャッチアップしてきたんですけども、今まで過去の経緯として、その志賀諸国のね、知的財産を盗んだり泥棒したりしてきたということがあって、そういうことに対して中国を今まで評価してきたわけですが、昨今においては中国は極めて世界最高のレベルで研究をしているようになったので、そういう意味で我々はもう一度再評価するべきであるということをここで言っているんですね。